混乱に乗じて民衆を戦利品としてさらう奴隷狩り。首のない屍、民衆の首を打ち取り武士の首だと偽って恩賞を得る偽首と呼ばれる行為です。帯を解かれ襲われる女性、造票が乱行の限りを尽くします。こうした残虐な行為を克明に記録した屏風が残されています。大阪夏の陣図屏風です。乱世における民衆の悲劇を描いた、いわば戦国のゲルニカです。天下統一の総仕上げとして徳川家康は豊臣家滅亡をもくろみます。大阪夏の陣はその最終決戦でした。戦場は巨大都市大阪、人々の生活の場で20万以上の軍勢が入り乱れる戦国最大の市街戦となりました。人々はどのように戦いに巻き込まれたのか、そのことが民衆自身の書き残した記録から近年明らかになりました。臨時の雇い兵として駆り出され城の守りについた農民たち、豊臣方につくか、あるいは徳川に組みするか、選択を迫られた末敵味方真っ二つに分裂した村。戦に赴く夫のために豊臣方の計略に加わり若い命を散らせた女性、軍勢は手当たり次第に民衆に襲いかかります。男女の隔てなく、老いたるも緑子も目の当たりにて刺し殺し、その時歴史が動いた。今日は民衆を含む2万人以上の死者を出した大阪夏の陣、その悲劇の実像に迫ります。大阪城の天守閣の前に立っています。この天守閣は昭和6年に大阪市民を中心とした人々の寄付によって再建されました。その時歴史が動いた、今日はこの大阪城を取り上げます。大阪の陣がテーマです。大阪の陣は冬の陣と夏の陣があります。この夏の陣によって豊臣秀頼が死んで豊臣家が滅亡した、これによって徳川家康悲願の天下統一がなったわけでございますけれども、今日のその時はまさにその時、この秀頼が死んだ前日、この大阪城が陥落した慶長20年1615年の5月7日といたします。さあ今絵が出てまいりましたが、これは夏の陣図屏風というのでございまして、普通の合戦図屏風ですと一人の武将にクローズアップをしてですね、そしてその戦いぶりを描くというのが普通なんでございますけれども、この夏の陣図屏風というのはそうですね、この8メートルほどの屏風の左半分、4メートルほどはその戦火に逃げ惑うですね、人々の姿が描かれている。もちろん武将の姿も描かれているんですけれども、半分がその戦火に逃げ惑う民衆の姿を描いているのでございます。そういった意味でも大変珍しい屏風でございますけれども、これを見てこれはピカソのゲルニカだというふうに言った人がいます。まさに戦国のゲルニカでございます。大阪の陣というのは大阪という大都市を舞台にして行われた大市街戦でございまして、したがって多くの民衆が巻き込まれた、そしてその民衆の記録も多く残っているのでございます。今日のこの番組はこの残されたその民衆の記録を駆使しながら、そしてこの屏風も駆使しながらですね、民衆がどのようにして戦いに巻き込まれていったのかということをこれから見てまいりますけれども、まずは大阪冬の陣から今日はこの番組をスタートさせたいと思います。
事の発端はある鐘に刻まれた文字でした。京都方広寺、慶長19年7月、徳川家康は豊臣家が再建を進めていたこの寺の鐘に不吉な文字があると指摘します。国家安康。家康の名前二文字を引き裂いて呪ったものだというのです。これを理由に家康は豊臣家へ討伐の命令を下し、総勢20万の軍勢を大阪に差し向けます。江戸に幕府を開いてから11年、家康は天下をほぼ手中に収めていました。唯一残っていたのは豊臣家が支配する大阪。この大阪の豊臣家さえ潰せば、天下は名実ともに家康のものとなります。対する豊臣家は秀吉の遺児秀頼とその母淀殿が迎え撃つ姿勢を見せます。豊臣方の強力な後ろ盾となったもの、それが亡き秀吉が心血を注いで築き上げた大阪城、そして巨大な大阪の町です。当時大阪は30万以上の人口を要し、京や江戸と並ぶ日本最大規模の都市として発展を遂げていました。その広さは地下鉄の駅が縦横に3つも入るほどでした。この広大な町に多数の兵員や食料、武器、弾薬を収容することができます。町の周囲には8キロメートルにも及ぶ長大な堀と土塀が築かれています。大阪は堅固な城と豊かな城下町が一体となった難攻不落の要塞都市だったのです。しかし20万の徳川方に対し、豊臣方の軍勢はわずか3万。そこで豊臣方は老人や農民たちを臨時の雇い兵としてかき集め、戦力の増強を行います。それを可能にしたのは亡き秀吉が残した莫大な金銀でした。これは竹流し金と呼ばれる貨幣です。溶かした金を鋳型に流し込み刻印するだけという簡単な工程で作ることができました。こうした貨幣を配り与えることで、豊臣方は急速に兵員を集めていきます。豊臣方による農民たちの動員は大阪周辺はもとより近畿一円に広がりました。これにより当初3万だった豊臣方の軍勢は10万に増加、徳川軍にも十分対抗できる兵力が整いました。戦の機運が高まるにつれ、同じ村の農民同士が敵味方に分かれる事態も起きていたことが最近の研究で明らかになりました。これは大阪近郊の農民たちによって書かれた文書です。そこには合戦の裏に秘められた民衆の意外な行動が記されています。舞台は大阪城から北へ5キロメートル付近の中島地域です。中島のある村で有力者宗右衛門は豊臣方に味方しようと訴えます。来るべき徳川との決戦を前に、宗右衛門たちは豊臣方への忠誠を誓う文書を提出します。秀頼様のために手柄を立て、
仮に内地にしても松代まで名を挙げることをありがたく思う。しかし全ての村人が豊臣方に従ったわけではありません。その中心人物が宗右衛門の甥太郎左衛門です。太郎左衛門は密かに仲間を集め徳川方に寝返る計画を立てます。太郎左衛門たちが徳川方に提出した文書です。これまでやむを得ず豊臣に従っていたと釈明し、今後は徳川に味方するという意思を示しました。太郎左衛門は徳川家中心に動いていく新しい時代を見据え、寝返る道を選んだのです。この大阪の陣という豊臣徳川が分かれる時にですね、地域に住んでいる村人たちの中でも豊臣方につく、あるいは選択肢として徳川方についた方がいいんじゃないかというようなですね、こう葛藤というものが、この中島の例だけでなくてですね、この近隣には各地でそういうようなことが発生しただろうというふうに考えられます。慶長19年11月19日大阪冬の陣開戦。豊臣方は堀と土塀で囲まれた城下町に10万の軍勢をくまなく配置します。宗右衛門たち中島の農民も豊臣方として戦いました。強固な堀を擁し守りを固めた大阪、徳川軍は何度も攻撃を加えたものの堀の内側に入ることができません。一方徳川方に寝返った太郎左衛門は手柄を立てるべく動いていました。太郎左衛門は徳川方のある部隊に協力を申し出ます。この部隊は大阪城の北側に兵を進めようとしていました。城の北側は本丸に最も近く戦略上重要な場所でした。しかし付近を流れる川が自然の要害となり行く手を阻んでいたのです。辺りの地理に詳しい太郎左衛門は大阪城北部一帯の地図を作成して徳川方に提出、さらに川の浅瀬を教えて軍勢を誘導しました。これにより徳川方の部隊は城の北側に兵を進めることができました。そして徳川方は大阪城に向けて攻撃を開始します。その目標となった城内には中島地域の村人たちも籠城していました。太郎左衛門は結果として村の仲間たちへの攻撃に加担することになったのです。12月16日一発の砲弾が本丸淀殿の今近くを直撃、地上数人が即死しました。淀殿はこれに恐れをなします。やがて豊臣と徳川との間で戦争終結への話し合いが行われます。12月20日講和成立、民衆を巻き込んだ大阪冬の陣は終結しました。そのわずか3日後、徳川方は講和の条件を実行に移します。それは大阪城の堀の埋め立てでした。
これにより堀に守られていた民衆の生活の場が敵前にさらされることになりました。難攻不落の要塞都市大阪の最大の強みが失われてしまったのです。それは大阪城落城の4ヶ月前のことでした。ゲストのご紹介です。大阪城天守閣元館長の渡辺武さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。この冬の陣当時はその大阪城の周辺というのは深い堀で囲まれておりましたから、一般の民衆たちにはあんまりこの冬の陣に被害なかったというふうに考えていいんでしょうか。そうなんですね、小競り合いは3度ほどありましたけれども、被害はほとんどなかったわけですね、まあ、しかしその中島地区の農村で起こった村人の対立とか反目とかですね、いったものはその講和とともに仲直りができたわけでは決してなかった、うん、例えばですね、徳川方に途中で寝返ったその太郎左衛門が反対派の恨みを買って殺されかけるというようなね、そんな事件まで起こっているわけです、うんうん、それだけではなくて、ずっと後々まであの時に徳川についた、誰はついた、誰は徳川あの豊臣方についたっていうふうなこうしこりがね、ずいぶん長く続いたことが分かります。つまり死傷者が出た、あるいは家を焼かれた、そういう被害だけではなくて、民衆の中に非常に根深い対立や分裂をもたらす、これがまあ戦争の持つもう一つの違った恐ろしい面、これがこの冬の陣の時にも見えてくるんじゃないかなと思います。大阪冬の陣は、まあ、講和を見るわけでございますけれども、その講和条件は必ずしもきちんと守られたわけではありませんでした、まあ、それは、まあ、一つには家康の、まあ、老獪さということがあるのかもしれませんが、いやそのことが新たな事態を生むわけですね。そしてその新たな事態はさらに大阪の民衆たちを不幸に見舞わせるのでございます。慶長19年12月、大阪では新たな戦いへの火種が生じていました。豊臣方が自ら埋めるはずだった二の丸三の丸の堀を徳川の軍勢が埋め始めたのです。豊臣方は約束が違うと抗議、埋められた堀を作り直す工事を始めます。豊臣方のこの工事を家康は戦いの準備を始めた反逆行為と断じます。明くる慶長20年4月、再び大阪城への攻撃命令を発したのです。家康は自らも駿府を立ち、大阪にほど近い京の都に向かいました。堀の大部分が埋められてしまった豊臣方は新たな防衛作戦を打ち出します。それは大阪の南紀伊の国で一揆を起こさせ、徳川方を背後から脅かしつつ大阪からも攻め寄せて挟み撃ちにしようという計画でした。これが大阪のみならず周辺地域の民衆をも戦に巻き込むことになるのです。大阪府南部阪南市にある法福寺、ここに豊臣方が講じた作戦の犠牲となった女性が祀られています。その名はお菊。お菊の悲劇は阪南市の周辺で代々語り継がれています。この地方の村で育ったお菊は、大阪夏の陣が始まるまさに直前、隣国紀伊の土豪の家に嫁入りします。お菊時に20歳、その頃お菊の嫁いだ村には豊臣方からの使者が訪れていました。
社は反徳川の一揆を起こすよう呼びかけます。ここはかねてから徳川の圧政に対する反感が激しい土地でした。お菊の夫をはじめ村人たちは一揆勢として戦うことを決意します。祝言のわずか5日後、夫は戦場へと赴きました。ところが残されたお菊のもとに徳川方が予想より早く動き始めたという知らせが入ります。お菊はそれを伝えるべく密書を携え大阪城へと向かいます。険しい山道を抜け大阪を目指すお菊。この時お菊は徳川方の目を欺くため黒髪を切り落とし男になりすましたと伝えられています。しかしお菊の知らせは間に合いませんでした。挟み撃ちの計画を開始した一揆勢と豊臣軍は予想よりも早い徳川軍の攻撃の前に個別に撃破されてしまいます。一揆勢の犠牲者は400人以上に上ったといいます。戦死者の中にはお菊の夫もいました。やがて密書を運んだお菊も捕らえられます。徳川方はまだ若いお菊を哀れに思い命を助けようと言い出します。しかしお菊は夫を殺した敵の哀れみを受けようとはしませんでした。夫が殺された今もはや生きていく望みもありません。私は亡き夫の後を追いたいと存じます。お菊の悲劇はやがて手まり歌として人々に歌い継がれるようになります。お菊が祀られた宝福寺の近くに住む相良泉さんです。ぼでで一番六兵の子、六兵の娘は大きくとて。相良さんは幼い頃、友達みんなで集まってはこの歌をよく口ずさんだといいます。子供の頃にあの本堂でお菊さんの踊りをしたり、そういう行事に参加させてもらってる思い出があるから、なんとなくにお菊さんの前に行って手を合わすっていうようなことがございますし、お参りした時はお菊さんの石碑の前でまずあのお線香を立てて、あのお参りして自分とこのお墓にお参りした、そういうようなことはやっぱしあります。はい。今も人々の記憶に残るお菊の悲劇。しかしこの後、大阪夏の陣は記憶に残しきれないほど数多くの犠牲を生み出していきます。豊臣方の計略による一揆勢の抵抗を目の当たりにした家康、もはや猶予はならぬと短期決戦の決断を下します。
5月5日、家康は京を立ち大阪へと向かいます。通常3日はかかる道のりを家康は2日で到着します。5月7日、15万5千の徳川軍が大阪城の南5キロメートルの一帯に出現。迎え撃つ豊臣方はわずか5万5千。そのすぐ後方に堀を埋められた大阪城、そして大阪の町が裸同然でさらされていました。徳川方の素早い進軍に民衆は逃げる時間さえありませんでした。大阪夏の陣、最終決戦が始まろうとしていました。これが大阪夏の陣図屏風です。これピタッとこう張りますとですね、これ長さって言うんでしょうか、およそ8メートルあるというですね、非常に大きなものですが、それぞれ一つ一つとっても克明に描かれております。真ん中に描かれているのがこれが大阪城でございますけれども、実はこの屏風はですね、右から左へとこう時が移っているというふうにお考えいただきたいと思います。まず右端に参ります。右端は大阪城に攻め入る徳川軍ですね。徳川軍のここに徳川家康がいます。そして大阪城を守る豊臣方ですね、この白馬の下にいる彼が真田幸村でございます。そして屏風の中央にあるのがこれが大阪城、これは間もなく炎に包まれて陥落をいたします。でこの右半分がそういう戦乱模様、そしてこの左半分およそ4メートル、これがこの戦乱に逃げ惑うですね、民衆の姿なのでございます。例えば増水する川を逃げようとする人たちですね、こういう人たちはもう溺れてるんでしょう。それから必死になって柱にしがみついている多分おばあさんでしょうね。それからこれなぞはこの人はもう首がありません。それからここに行きますと、これは帯を解かれてですね、今まさに凌辱されようとしている女性ですね。こうやって見ますと本当に戦国のゲルニカという思いがいたしますが、実に克明に全てが描かれております。なぜこのような悲劇が起こったのでありましょうか。その経緯を次の VTR でご紹介するとともに、一気に私たちは今日のその時に迫ってみたいと思います。慶長20年5月7日正午頃、決戦の火蓋が切られます。大阪夏の陣図屏風の右側には最大の激戦地天王寺口付近の戦いが描かれています。家康は天王寺口の南方に陣を構え、自ら指揮を執ります。対する豊臣方は名将真田幸村です。幸村たちは捨て身の攻撃で家康の本陣に迫ります。しかし多勢に無勢、次第に追い詰められていきます。やがて徳川方は大阪城に向け北上を開始。堀による守りを失った城下町に大軍勢が押し寄せます。徳川方は大阪城本丸に侵入します。その時、慶長20年1615年5月7日午後4時ごろ、大阪城落城。そしてこの時から新たな民衆の惨劇が始まるのです。この大阪夏の陣図屏風の左側には、通常の屏風には描かれることのない戦場の現実が記録されています。城の北側、逃げ惑う人々が描かれています。
南から囲むように迫る徳川軍に対し、北はただ一つの逃げ道でした。戦火に追われるように人々は川へと追い詰められていきます。川を渡って逃げようとする人々、橋は豊臣方によってすでに焼かれており、水に飛び込むしかありません。しかし長雨の影響で川は水かさが増していました。焼け残った柱にしがみつく女性、流れに飲み込まれる人々、川は死体であふれかえりました。かろうじて渡りきった人々を待ち受けていたのは、銃を構えた徳川の軍勢でした。逃げる人々を狙って増兵たちが略奪を働きます。荷物を奪われる人、身ぐるみ剥がされる人、関ヶ原の戦い以来15年ぶりの大戦は、増兵たちの稼ぎの場と化しました。屏風には帯を解かれ襲われている女性も描かれています。増兵たちは我先にと女性に群がりました。そして民衆に対する殺戮が拡大した原因も屏風に描かれています。民衆を殺し、その首を取って武士の首だと偽り恩賞を得る、偽首と呼ばれる行為です。簡単に討ち取ることのできる民衆は、恩賞に流行る増兵たちに襲われ、偽首の犠牲となっていきました。偽首も含め徳川方が討ち取った首は1万数千に及んだと言われています。増兵たちに囲まれ連れ去られようとしている女性、徳川方の軍が黙認した奴隷狩りです。生身の人間が戦利品としてさらわれました。大阪夏の陣での奴隷狩りの実態を明らかにする資料、徳川方のある大名がまとめた奴隷の帳簿です。そこにはさらわれた人々の捕獲場所や職業、年齢などが事細かに記されています。大阪谷町にて持ち売りの五郎左衛門の下女、大阪にて上本町二丁目桶屋宗右衛門と申す者の女房、幼い子供も捕らえられました。年三つ、七つ、二つ、幼児といえども容赦なく連れ去られました。奴隷として連れ去られたのは数千人にも上ると考えられます。大阪夏の陣を生き延びた町人が残した記録です。男女の隔てなく、老いたるも緑子も目の当たりにて刺し殺し、あるいは親を失い子を取られ、
夫婦の中も離れ離れになりゆくことの哀れさ、その数を知らず。この大阪夏の陣の3ヶ月後、幕府は元号を平和の始まりを意味する元和に改めました。多大な犠牲を出しながらも、幕府は戦乱が終わり平和な時代が到来したことを高らかに宣言したのです。いや、あの夏の陣図屏風はこれまさに日本のゲルニカですね。あれ誰が書いたんですか。これは黒田長政、これは福岡の大名ですよね。黒田長政が家臣を通じて絵師を集めさせて書かせたというのが、まあ、黒田家の伝承で、ほぼそういうところだろうと思いますけれども、しかしなぜこういう屏風絵を書き残させたのか。これはあの普通の屏風絵というのは、ほとんどがその祖先の武将がいかに功績を挙げたかということを、まあ大体書いてるんですね。ところがこの屏風に限っては、左半分にですね、惨劇をもう非常に生々しく描いてる。そういう戦争に伴う凄まじい状態もできるだけ史実として残したい。これはひょっとしたら黒田長政という武将の大きな自戒の念とかね、あるいは戦争を重ねてきた自らの贖罪の念がさせた行為かもしれない、思いますね。さあ、渡辺さんは今日のその時をどうお捉えになりますか。その長年の戦国の世、百数十年もありとあらゆる悲惨な戦争が繰り返されてですね、その度にお互いに憎しみ恨み、そういったものがその積み重ねられてきてました。でそういう戦いのこの最後の最後に、これまで例のないほどのね、凄まじい市街戦が行われて、2万人おそらく越すであろう死者が出た。徳川家にちょっとでも歯向かうようなものがどういう最終的な運命に陥るか、多くの大名はこれを目の当たりにして、もう戦争の気力さえも失ったに違いないと思います。一般の民衆ももうこのような戦争だけは終わりにしてほしい、何が何でも平和な生活を取り戻したい。だからこの戦いを最後に、徳川将軍をトップにしたいわゆる天下太平が実現するわけですけれども、この後の江戸時代を通しての200数十年間、歴史の中でも例がないほど長い平和が続く、その基礎にこの最後の戦いの悲惨さが多分あったに違いない、そう思います。いや、どうもありがとうございました。戦争に巻き込まれていったその民衆の悲劇、これを本当に余すところなく描いた大阪夏の陣図屏風でありますけれども、この屏風はその後それぞれの時代をどう過ごして今日に至ったのか、とりわけ昭和の時代にこの屏風の周辺で起こった出来事、これをご紹介しながら今日はお別れしたいというふうに思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。大阪夏の陣からおよそ300年後の昭和6年、大阪城の天守閣が再建されます。新たな天守閣は博物館となり、大阪のシンボルとして愛されるようになります。昭和20年、大阪の街はアメリカ軍の空襲を受け、1万人以上の命が奪われました。それは大阪夏の陣以来の惨劇でした。この時大阪城の天守閣は奇跡的に戦火を免れます。
そして戦後昭和24年、天守閣は再び一般に公開されることになりました。当時主任として天守閣の運営を任されていた岡本良一さんは、大阪夏の陣図屏風を所蔵者から買い取り展示したいと考えます。岡本さんは屏風に対する思いをこう記しています。この絵を見ていると、当時の市民の怒りや悲しみの声が聞こえてくるような気がする。この絵はまさに我が国のゲンナ版ゲルニカと言って良いかもしれない。岡本さんは屏風を買い取る予算を取り付けるため、財政難にあった大阪市と数年がかりで掛け合います。そして昭和33年、屏風は大阪城天守閣の所蔵になりました。以来最も重要な展示物として保存されています。多くの民衆を犠牲にした大阪夏の陣、悲惨な市街戦の記憶はこの屏風の中に今も生き続けています。